左側です。おはようございます。私は今ですね、静岡県の、伊東に着きました。今日いろいろと回ってきますんで、どうぞ楽しみにしてください。ちょっと見づらいんですけど、これ今これ牛と海ですね。で、見づらいんですけど、島があります。はい、で後ろが干物屋さんです。早速これ干物とビール楽しみたいと思います。またはい、着きました。干物美味しそうですね。アジですね。いいですね。じゃあちょっと入ってみましょうか。はい、すみません。じゃあ一人に。はい、いいですか。はい。アジと。イカの口と、これ室味ですね。非常に美味しそうなんですけど、でこれメニューがこういう風になります。でこんな美味しそうなものをね、やっぱり食べるにあたってやっぱビールは必要なんで、ちょっと行きましょう。あ、すいません、缶ビール2つ。缶ビールを2つ。はい、はい。朝日札幌キリンありますけど。じゃあ、札幌で。札幌2本でいいです。あ、すいません。ありがとうございます。はい、じゃあ、もう早速行きましょう。はい、じゃあ、ビールいただきましょうか。最高ですね。はい、じゃあ、いただきます。はい、じゃあ早速いただきましょうか。まずこっちが、アジですね。アジの、この中くらいのサイズ取りました。これがアジで、こっちが、ムロアジです。ムロアジだからこれですね。これで、これが、イカの口ってやつ。これですね、イカの口。はい、まずじゃあこのイカの口からいってみましょうか。はい、お、これはかなりジューシーですね。肉汁が、イカの肉汁がこう滴り落ちますよ。うまいですね。やっぱりこういうとこ来たらね、アジの干物で、干物って人によっていろいろ食べ方あると思うんですけど、僕の場合はですね、こうやって皮の部分から食べるのが好きですね。でこういう風にですね、もう僕の場合はこうダイレクトに切っちゃいます。であとはもう豪快に、こっちは骨ついてないんで、もう豪快に食うだけですね。いただきましょう。おお、すげえ脂乗ってる。いや、いやこれはうまいっすよ。もう脂が、脂乗っててね、すごいうまいっす。いやービール進みますよ。はい、じゃあ味もお飯に行きましょうか。
まあ、こんな感じでね、こっちは骨ついてますから、まあ、こんな感じでかき出して、でこの部分ちょっとあの骨あるんでね、この部分は、まあ、でも味はね、やっぱ皮がうまいんでね、とりあえずちょっとこのミニクの部分いただきましょう。うん、いやうまいわ。あのすごいやっぱ脂が乗ってますよね。うまい、これはね、うん、いやこれはね、ほんとうまい。いや最高っすね。ビールもすごい、うまいうまい。この味はね、ほんと脂乗ってるね、非常にうまいですよこれ。でまあこれ最後の部分ですね、まあこれはあのきちっと火が通ってればもうパリパリしてうまいんで、僕はいつも食っちゃってます。まとめられる、はい、うん、大丈夫ですね、ちゃんと火通ってて、せんべいみたいに非常にうまいです。うん、いやこれうまい。もう今朝から腹が減ってたっていうのもあるんですけど、いやうまいですよ本当に最高。うん、いやうまいうまいうまい。でこの部分ですけど、この部分もまあ骨はついてますけど、そんなにあの硬くない。あと枝の部分も、ここの骨なんですけど、足の左だとどこらへんも美味しくいただけるんで食べちゃう。うん、全然硬くない、大丈夫大丈夫。うん、うまいですね、ちょっとうまいな。であとはこの部分ですね、あこう引っぺがして最高ですね。やっぱりあの魚とか多分肉もそうだと思うんですけど、やっぱりあの骨切しの、まあ、ミニクがうまいと、まあ、脂乗っててさらに脂乗ってて、まあその美味しい部分は全部いただきましょう。うん、まあ引っ掛けを詰めて、まあ、こんな感じですか。うん、うまい、うん、パリパリしててうまい。うん、本当だからねこれ頭も食っちゃいたいところなんですけど、ちょっとこの部分はさすがにこれ火の通り悪いみたいなんで、ちょっとここは下げてみます。じゃあ次ムロアジいきましょう。はい、では最後ムロアジですね。まあムロアジって魚がこの状態だとね、わかんないと思うけど、こんな感じですね。まあ細長いですよね、普通のアジに比べると。はい、いい感じに焼けてますね。ちょっと硬いけど、まあ注文した時ね、すぐ食えばよかったので、自分が放置してたからね、ちょっと硬くなっちゃったんですけど、まあちょっといつものように皮の部分から独特の匂いがありますね。これはまあ結構、まあ骨ありますね。まあアジっつってもちょっとムロアジ、さっきのマアジとは違うんで、まあこんな感じ。ちょっと食ってみましょうか。うん、うん、あこれはね、またあのうん、うまいうまいうまい。さっきのマアジと比べるとやっぱり風味は違いますね。ロケーションはね、素晴らしいんだね。いやはい、ですね、今干物、完食しました。本当にごちそうさまでした。はい、今はい、いただきました。なかなか美味しかったですね。はい、干物屋さん、まあ、また伊東来るときはあのここ来たいと思いましたね。やっぱり朝からあの飲めてね、あのここの魚介類を楽しめるっていうのはすごいいいことなんでね。
非常に有名な三鳩、伊藤といえばあの三鳩屋。